レッガールズペディアさんを置いてるんで <laughs> みんなゲットしてくださいねまだの方ははるちゃんみゆちゃんのご協力感謝ですみーたんさんあらありがとうございますわざわざお疲れ様です今日のね8時までだったんですよねもうね皆さんお疲れ様です <laughs>、ね、寒えなあ寒かったよな ビタミンカラーもいいけど緑も良き村ッチお今緑そうなんか珍しくないこんな色の <laughs> めっちゃいい弾 <laughs> き方が今自分の弾き方がなんか変やった <laughs> なんかね新鮮よなこういう色のお洋服着るのちなみにこれはミカにゃんのお下がりです <laughs> 結構前にそうお下がりでもらってんけど去年やったかな去年もらったんかな そう、またインスタに載せたいと思いますビタミンカラーいいねなみちゃんえそうねほんまにもうはるかはオレンジとか黄色とかやっぱねそういうビタミンカラー大好きまあママが好きだからっていうのがあるんですけどママの影響っていうのもあるんですけどそう好きなのよそう「スタバ新作飲めてよかったねまゆちゃんえそう!」飲めた そう用事があってそれの帰りにそう帰りやったらもうないかな夜結構夜っていうか夕方だったんでちょっとないかなとか思ったんやけどあったのよめちゃめちゃ甘々やったはる <laughs> かが甘って思うってことは結構な甘さよね多分めっちゃ甘党ないやねんけどえそうそう聞いて聞,聞いて今日な その幼児っていうのがね、あの予防注射、予防接種だったんですよ。そう、あのそう予防注射、うんうん。<laughs> あ何何って優しいなん <laughs> やって。ハルカツしたいのがからして、して、そうインフル、そうそうそうインフルの予防接種だったんですよ。それでね、あの。 はまあ、初めてお,お会いするっていう言い方変かもね先生女性の女の先生の方やったんやけどね打ってくださる方がはるかが、あのーまあ「いろいろ書いてお願いします」って言って先生の目の前に座ったわけですよ。ならこう先生がそのはるかが書いた紙を見てあっ だのはるかちゃんですね」って言われてあ「はい」って「お願いします」って言ってこう構えたんですねもうあの打ってもらおうと構えたらね先生からね「はるかちゃん」ってもう一回名前聞かれて「はい」って何やろうってなんか珍しい名前でもないからなん,なんか名前聞かれるの初めてやなと思って「はい」って言ったら <laughs>。 まさかの「めちゃめちゃいい匂いするね」って言われてめっちゃびっくりした初対面の先生女性のね先生にまさかそんなこと言われると思ってなくてめっちゃびっくりした「めちゃめちゃいい匂いするびっくりした」って言われてそうこっちもびっくりして。 そう何つけてたのこっちにさいつもの香水 <laughs> つけとったんやけどそう先生も普通にマスクもちろんねされてるからびっくりしたそんなとこまでにおうんやと思ってちょっと抑えようと思います <laughs> っていう話そうびっくりしたそんなににおうんやと思ってだってそんな別にさ あの注射の時そんな近づくわけじゃないじゃないですかマスクもしてるのにそうでもそんなにおうんだと思ってなんか嬉しい恥ずかしかったですねそうその先生はジオン推しですとくちゃんというこジオンちゃんもね確かにすごいんよほんまに。はるかが乗ったエレベータータの 何分か後に乗ったら分かったらしくてそう前にリハの時に「はるかさんさっき右側のエレベーター乗りました?」って言われて <laughs> あー「ああそういえばそっち乗ったな」って言ったら「はるかさんの匂いがします」って言われて <laughs> びっくりした。 そう昔の知り合いとかかと思ったしムそれなはるかも何か,か知ってる人かなとか思ったけどそうびっくりしましたっていうお話 <laughs> ね匂いはマスクでは止まら,止まらないからな味方町えそんなにうそんなにうことあるまあええー、ねんけど嬉しいんですけどね 公演の時も前の方やとほんのりわかるよ。うっそ、マジ？本当？えー、ね、そうそんなことがありました。<laughs> そう。そんエレベーター乗りたかったひでさん。<laughs> 恥ずかしい。ね、びっくり。 道ですれ違ったら分かるんかなわら浩周くんえーどうなんやろはるかのその匂いを知ってる人は分かんのかな <laughs> えー、まあでも確かに前もね話したけど街中歩いててあーなんかいい匂いするって思う瞬間あるもんななんかこう前を通り過ぎてく人のあなんかこの人の匂い好きだとか思う瞬間あるもんね そんななな感じなのかな自分も。ねびっくりびっくりそんなことがありました <laughs> っていう今日のお話みんなはどんな一日でしたか急 <laughs> 急に急に聞くやつ カレー屋さんの前とかいい匂いするわね絶対違う <laughs> スパークション1確かにその現象と一緒かもしれん <laughs> 言ってみればそれと一緒かもしれんカレー屋さんと同じかもしれないですよガールズペディアの裏話とかかありますかえー、何やろう裏話 えー、いやでもあの衣装があの、まあ、この表紙の白の水着じゃなくてさっきインスタに投稿したあの、まあ、レモンはるかレモン色やなと思ってるんですけど <laughs> まあ黄色の水着があったと思うんですけどそれはなんか何か二千何2択 2択で衣装さんがもう用意してくださってて多分はるかのイメージなのかななんかこう雰囲気でぽいっていうなんかイメージで2択にも絞っててくださってその中でその2択でどっちが着たいって聞かれてほんで。 もちろんオレンジはなあっ, <laughs> ったらもちろんオレンジ選んでるんですけどオレンジはなかったからまあオレンジに近い黄色をビタミンカラーで可愛いし黄色でって言ったら衣装さんから「あ絶対その2択一応選んだけどあの特にやっぱこっちが合うだろうな」って思ってたからなんかあの選んでくれて嬉しいっていう風に。 言っていただけたことから裏話それぐらいしかないかもそう2択でしたそうおみや沖縄のお土産何か買った買った N に持ってきました N に持ってった南の島で美味しいもの食べれた広蔵さんえそうスタッフさん方とメンバーと そう撮影終わりにご飯に連れてってくださったんですよそうそれでめっちゃ美味しいもう一杯食べたもう次の日のことなんか考えて食べちゃいましたでそうはるかがね夏になったら結構もういつも毎年飲むと言っても過言ではないぐらい何年か前にはまったあのシークワーサー 沖縄のあれなんですけどシークワーサーのね飲み物はるかすごい好きでお家でねなんか飲んでたんですよ夏になったらよくそれを本場のシークワーサーのジュースを飲みましためっちゃ美味しかったなんかね色はねちょっとオレンジっぽくてそうちょっとまたモバメに送りますそうモバメに送ろうとしたんやそれ忘れてた <laughs> そうシークワーサー飲んだ 美味しかった自分で選べるんやコマッチさん、えー、ものによりますねもう決め最初から決めてあるそのもう衣装さんが決められてる雑誌というかもあ,るあればガールズペディアさんみたいに選べるこの中から選んでっていうのもあったりとかかな。エモガールこの間のエモガールはもう決められてました。 結構雑誌によって自分で選べたりもうこのイメージだなっていうイメージに合わせてとかそんなかもしれないいろいろあるかもですね「風がかなり強かった」とか「どう?」とか「伊蔵さん」あそれはめっちゃ強くてやばかったんですよもうなんかはるかたちの撮影の次の日かなんかからなんかもう台風が来るかなんか の予報だったらしくて、台風だって。分かんない <laughs>。とりあえずなんか風が強くなるみたいな予報やったらしくて、そうだからもう少しずつはるかたちの撮影の時はもう強風だったんですよ。もう中身見てくださった方はもう分かったと思うねんけど、はるか前髪ないんですね。もう <laughs>。こんなにも崩れない。前髪といつも言っている。はるかの前髪がないんですよ。もう。もう！ 出し全開なんですねめっちゃ強風でしたでもねもうめちゃめちゃあのー、もう海が綺麗すぎて感動した超絶感動でした本当に <coughs> そう るちゃんパワーななみさんチョケンさんありがとうございます。何で来てくれたんですか <laughs> 前髪ないのも新鮮やった。えそうやろそうやで。まあグラビアの撮影ってあの自分でメイクしないので前髪ももちろん自分で固めたりもそんなしないんですよ。だからやからっていうのもあるんですけどもう耐えれなかったですね。そう みちゃんんとペアは決まってたんバタヤンさんそうですねあのなんかこの組み合わせはもうこ,こことここの組み合わせはもうガールズペディアでやったことがあるとかいうので今回ははるかとみゆちゃんでゆうみさんとわかにゃンのペアになってた。そうはるかがね初やったからね誰とでも,もう初めてだったんですけど組み合わせ的には。でもなんか他の3人方もう何回か出られてるんで。 そうそうそうそんな感じでもう決めてくださってました前髪なしはるちゃんも可愛かったで本当嬉しいまあでもでこ出しとかするからね別におでこ出すことに抵抗はないんですよ全然そうでこ出しも普通に公園とかでするから全然おでこ出すことに抵抗はないんですけどなんか そう風とかでなくなると前髪がどういう風な形になってどういう動きをしてるか分かんないからちょっとそこはなんか怖かった <laughs> 今前髪どこにあるんやろうって感じで <laughs> 思ってました <laughs> 沖縄行きたくなったわいやもう沖縄最高やったねもう一回行きたい人生初沖縄だったんですよもうめっっちゃ最高やった 雑誌買いたいですねクロノさん買ってくださいぜひゲットしてもうめちゃめちゃ満足感ありますよもうほんまにちょっとした写真集みたいなね感じなのではるかもいい思い出になりました嬉しいまあ、また呼んでいただきたいですけど <laughs> できれば今後もまた出たいってそうね今言っちゃったけど出たいなだってこんなに ページ数ねたくさん載せていただくことってなかなかないじゃないですかしかも表紙にもね載せていただけるなんて楽しかったし撮影もみんなでわちゃわちゃしながらそれこそなんか4人であの後ろ姿とか普通に会話しながら撮っていただいてるんですよあの写真普通になんか最近の流行りとか <laughs> <laughs> なんかそんな話してた気がする。そう、その最中での写真やったからなんかそういうのもね。楽しいなって。思います。630冊買うか出た。<laughs> いつも言ってくれるやつ。約束な。<laughs> お団子ヘア新そうはるかもお団んヘアなかなかしないのでねなんか良きだなって思いました日焼けしなかったマングースさんしなかったかな多分あんま変わってないと思いますでもスタッフさんにめっちゃ肌白いってびっくりされましたあのそれこそ黄色の水着の撮影の時に。 肌白って <laughs> 言っていただけて嬉しかったです <laughs> でもでもね若干黄色みがあるんですよはるか真っ白じゃないなって思う足だけね真っ白なんですよ謎にもうなんでなんだろう足はほんまにね焼けない足にあの日焼け止め塗ることないんですよはるか夏真夏でも。 でも焼けないですね足だけ <coughs> はるちゃんの写真たくさんやったもんねそうめっちゃ嬉しかったママもねめっちゃ見て楽しんでましたこんなにいっぱいあるのって <laughs> 言ってたフレッシュ感満載やったねそうだからねもういっぱい言わせてもらってるし書いてるんですけど本当になんか女性の方にもめっちゃ見てほしいなと思った なんかね女の子ってやっぱちょっとねグラビアってなるとなんかこうためらう方もいらっしゃるのかなと思うんですけど今回のガールズペディアさんは特にもう本当になんか爽やかフレッシュ系なんではるかは特に <laughs> 自分で言うなって感じかもしれないんですけどう女の子にも見てほしいそう。 足めっちゃ綺麗よなえー嬉しい <laughs> みんな羨ましいって書いて <laughs> 今受け取ったから配信終わったら見るねふうにおおすごいタイムリー見て見ていっぱいかおるから <laughs> グラビア雑誌本屋さんで買うのは少しためらうけど見るの好きさやちゃんえそうよなでもねほんまに今回のは 特に見て欲しいなぁと思います <laughs> そう。かいますあるちゃんのスタイルはくぐれえはるぴょんありがとうあやぶちゃんもゲットしてくれてたねありがとう嬉しいねそういうの言ってくれるのガールズペディアさんは独自の雰囲気あるよねそうなんかななんかでも今までのメンバーのを 何回か見させてもらったことあるんですけどなんか結構大人な感じやなって思ってたけどやっぱその子の子イメージに合わせてくださっはるかとかになんかこう「無理して <laughs> 無理して」とかってね, <laughs> ね顔もさ童顔やしなんかキャラ的にもねそんな感じじゃないからなんかそういうのにすごい合わせてくださってるのかなっていうのは思った。 すごい嬉しかったですねなんか自分もこう背伸びせずになんか等身大の自分で撮影の時も入れた気がして嬉しかった <coughs> 写真集とかオファーかかったらしますか 富士アットマークミルミルさんいやそれはねもちろんじゃないですかもうそんなことね夢のまた夢のまた夢夢夢,夢のまた夢夢夢夢のまた夢夢夢のまた夢ぐらいなんですけど <laughs> ねそんな憧れですよ、ね、久しぶりに見れたかわいいもえちゃん嬉しいありがとうこんばんは皆さんこんばんはありがとうございます ミュンの配信出ていただいてありがとうございました。おかげで1位取れました。くやさん、ありがとうございます。わざわざ、そんなお礼を。ありがとう。こちらこそありがとうございます。お疲れ様です。<laughs> 夢がいっぱい <laughs> いやいや、ほど遠いですよ、はるかなんて。はるかなんてほど遠いよ。まだまだね。 ままだまだですよその時はみんなゲットしてな <laughs> 約束ですよ叶えれるかわかんないけど <laughs> スタバの新作なんだあれななちゃん飲んだ今日飲んださっき飲んだ <laughs> めっちゃおいしかったはるか好みの甘さでした 次は,はるちゃんのイベントだそうなのよそうなのよ12月のね中旬なんで皆さんもうちょっと待っててくださいちょい短くなってると思います期間ただねその期間のねお仕事がどうなのかねはるかのねちょっと怖いですけど <laughs> みんなしますゲットします当たり前は優しい <laughs> その写真集出たら630冊か <laughs> 嘘。そ <laughs> そんなええー、なんてこったみんな書いてるなんてこった<笑><笑>写真集は絶対買うかなたは嬉しい <laughs> 嬉しいな <laughs> 嬉しいですね またたくさんはるちゃん見られるの楽しみもうそんなこと言ってくれてありがとうそうまたねその期間はすっぴんはるちゃん配信が待ってるんで <laughs> 待っててくださいでも今日もねちなみにねマスカラしてないんですよまつげパーマね行ってきたからねマスカラできないんですよできないこともないねんけどやってない いつもよりちょい、ちょいナチュラル、めっちゃちょい。もう三十パーセントぐらいかな。百パーセント中の三十パーぐらい薄い春ちゃんです。<laughs> あんま変わらんか。<laughs> すっぴん楽しみ、まっさん。そんなにみんな好きなんですか。 やったバブハル見れるほうちゃんえー、バブバブ <laughs> お風呂入ってて出遅れたジェニーさんあらいいなこの時間のお風呂はいいですねゆっくりできましたかその時は行事も終わって落ち着いてるから準備しとくねもうありがとう本当にありがとう <laughs> どんなルちゃんでも可愛いよミッキーさん嬉しいそんな甘やかしてくれてまつげパーマいいねそうまつげパーマもうねないと生きていけなくなっちゃいましたねもうほんまにねビューラーであげるの下手なんよはるかすぐ抜けんのよ <laughs> あかんわまたレアポケモンゲットできるゆうさん <laughs> 確かにそうレアポケモン並みのレアさなんでねすっぴんは明日スタバ行って新作飲むねあややちゃん飲んでみてめっちゃ美味しかったスタバホット飲んだアイス飲んだアイス断然アイスはるかホットあんま飲まんのよねもう真冬になったら仕方なくホット飲むけどそれ以外はアイス 12月になったらまたすぐネイル行きますか <laughs> 月1のねいやでもねいつ行こうか迷ってる結構悩みますねだってもう成人式がね言うてあともうちょっとなわけやんか1ヶ月ちょっとなわけやん怖っ怖ー自分で言っといて怖いわ <laughs> そう成人式までに成人式 は成人式用のそのまあ何振袖に合わせたようなネイルをもうねなんか考えてくださってるんですよいつもはるかの担当してくださるネイリストさんが。もうめっちゃずっと前から成人式の時はもういつも以上に可愛くしますねってずっと言ってくださっててそうもうなんか「少し考えときます」って言ってくださるぐらい。 そうだからそれに合わせるってなるとちょっと12月のネイルどうしようかなってめっちゃ悩みどころなかなかねむずい周期っていうんですかがねむずいそうやで成人式やでやばくないねえ という。まそう、はるちゃん、こんばんは。ひえちゃん、こんばんは。ありがとうございます。そう、ネイリストさん優しいえ。それ、本当にもう優しくて優しくて楽しみにしてます。とか言ってくださった。そうね。 そうな,のよなあ12月終わりらへんに行くとかそうねでも12月も変えたいのよねてかもう変えたいっていうか伸びるから変えないといけないんですよそれをいつ行くかないよね1ヶ月はね持つからなちょっと難しい難しいところです 年成人するメンバー多いね確かに7人7期生が多いですねグリーンハルちゃん珍しくないですかクラックさんそうなのよさっきもね言ったんですけどめっちゃ珍しい自分でもなんか見慣れない <laughs> レアレア春？これもん <coughs> <laughs> そんなにいるんかそうなんよ多いんですよ同い年意外と三仮名が二十歳超えても何も変わらんって言ってたのを思い出したわらレイさん <laughs> まあ確かにね、まあ、何も変わらんことはないけどなやっぱなんかいろいろねなんかああもう大人なんだって気づかされることあるけど 自自分自身はそんんなな変わらんよなてかもっとなんか、まあ、みんな結構言うと思うんですけど二十歳ってもっと大人な女性だと思ってたけど全然自分子供だから <laughs> やっぱ人それぞれやなと思いますね <laughs> 全然子供やった4人7期あん。 そっかそっか4人もいるのか確かにハルチの成人式の公演絶対入るって1年前から聞いてた <laughs> えう、ー、嬉しいえー、みんな来てなー <laughs> 待ってるな公演があんの去年あった 去年あったんか。振り装で楽しみ絶対かい、楽しみに待っててください。<laughs> <laughs> 何歳になってももっと大人だと思ってたって感じる。ああや,やっぱそうなんかなそんなもんなんかな。 ねまあまあ楽しめればそれでいいと思いますけどね <laughs> 子供やけど <laughs> ガールズペディア届いて春はるちゃんは大学生の夏休みな感じがしたアリスさんえー、ありがとうございます大学生の夏休みってことは一応年齢 的なか…年齢うんなんて言うんだ年齢うんちょっと言葉どう忘れした何 <laughs> だっっけ言葉をどう忘れちゃいましたあ去年あったんやえー、じゃあみんな来てなみんな来てね おめえー、YNN でやってくれへんかななんかおととしがそうやったよな YNN でやったよね絶対みんな来てー <laughs> 待ってるあ年相それ年相みんな書いてるそれ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 ー <laughs> それそれそれです そうもうなんでみんな分かってくれんのすごい <laughs> 感激感激 <laughs> 感激春久しぶりショールームあどっちこちゃんありがとう確かにショールーム久々かもこうこの間の公演終わり以来かなうん <laughs> ったねそうやおと年しはねコロナがあってどうなるんだろうって感じだったな言葉忘れた時の推しが愛おしいです <laughs> 何でも言ってくれる何でも愛おしいって言ってくれて <laughs> 恥ずかしい。 春ちゃんの晴れ着姿絶対見たい風船きさん見に来て見てほしいみんなに見てほしいだってもうな成人式なんか本当に人生で一回じゃないですか一度きりなわけやん絶対見てほしいんやけど春ちゃんとは意思疎通できるもうさすがラブ <laughs> みんなラブってこと 明日の公園はやっと生誕 t シャツ着ていけるわら。あ、そう、明日ね、結構なんかはるか推しの方で。当たったーって言ってくださってる方多い気がする。楽しみ。年齢的に大学二回生だもんね。なあ怖,い <laughs> 怖いな。でもなんか自分が大学に。 通っているっていうイメージ全くつかないですね。<laughs> nmb に。いなかったら、どんなね。あれ、過ごしてたのか、全然。想像つかない。はるちゃんの張り毛姿の、でも、めっちゃ可愛いんだろうな、ゆいかちゃん。いや、もう、みんなが。可愛いって、大人になったねって思ってもらえるような。成人式に。 なれればいいなと思います。頑張ります。<laughs> <laughs> 来年成人式やから、はるちゃんと一緒のふり振で着たい。ええー、あやかちゃん、嬉しすぎる、それは。ええー、そんなわかるもんなんかな。わかるもん、一緒とか、一緒というか、これだ。 が来てたのこれやわかるもんなんかなそんなこと言ってもらえるようになるなんて嬉しい今年も公園行けそうにないえさ、ー、寂しい来年はいっぱい会おうな <laughs> 来年待ってるん <coughs> <laughs> きっと前髪は安定に綺麗なんだろうなーって笑,笑確かに前髪を上げるっていう概念はなかったな成人式ではちょっとちゃんと前髪は下ろして下ろしとくつもりではあるねでも髪型もとかもまだ全然決めてないなんか上目でお団子かなーとかそれかもまとめ髪かなーとか <laughs> それぐらいしか考えてない <laughs> まだ全然決めてないですね <laughs> 前髪だけはあると思うフ <laughs> フそう <coughs> 公園とかラ,ブラグビーとか行きたいからどこでもドア作って炊けそうはるかも欲しいあるかもどこでもドア欲しいあったらええな振袖にはお団子かなまあ確かにねイメージはそうよな悩む悩む悩みどころです れ姿見たら泣くかもしれないええー、嬉しい <laughs> そんな嬉しすぎるね絶対見に来てほしい <laughs> 見てほしい <laughs> ね女子は成人式めちゃめちゃ早起きて大変そう確かに今までのメンバーもなんかもうえー、な何時に起きんねやこれっていうような感じで大変そうだなとは思ってた <laughs> それがついに今日今日じゃない今日じゃない <laughs> 今日 <laughs> 今年って言いたかったのに今日って言っちゃった今年今年来年来年だね <laughs> もう喋らないようにします喋 <laughs> れないのでもう喋らないようにします <laughs> あ,あ。<laughs> 今日は笑ったゆりりいやもう何もしゃべるダメですね喋っちゃダメだ前日夜更かししないでねえ寝れなそう普通になんかそわそわして寝れなそうまあれかね大事な日に限ってね絶対ね右目の二重幅がねおかしくなるんよほんまにこれどうにかしたいなんでなんて感じ <laughs> この間もう,もうちょっとねあの大事な撮影があってその日に起きたらいつも変わらないのにその日に限ってめっちゃなんか上の方にあって二重がもう大変だった戻ったからよかったけどダメだなんかの投票をしとるのか知らんえっ、ー、とね 気にしないでください <laughs> 投票機能は何も使ってないので気にしないでください振リー袖姿見たら成長したなぁと泣きそう雷雷亭さんいやー嬉しいねなんかそういうなんやろこういうさお仕事をさせてもらってなかったらそんななんかこうみんなとそういうなんていうんやろ成長とか感動を分かち合えることってそんなないじゃないですか家族ぐらいそんな大勢の方にね なんかすすごいい嬉しいですねみんながいてくれることがすんごい嬉しい振 <laughs> り袖姿たくさんインスタとかに載せてね「載せる!」しっかりいっぱい写真撮っとく。 二重さんもかまってほしいんよいやーもうダメよそんなかまかまってる場合じゃないよほんま <laughs> もうほんまに二重だけは頼むっていつも思うほんとにもうあかんわーはるちゃんの声充電音にしてますゆあちゃんえー、どういうことあ,あれあれかこう充電ピッてさしたらなんか喋るやつ なんか見たことある。え、何の声。<laughs> えー、なんか恥ずかしいような、でも嬉しい。聞いてみたい。<laughs> えー、すごい。そんなことしてくれるの。なんか嬉しいな、そんな。ね、嬉しいです、本当。<laughs> 俺も充電するときはるちゃんが喋る。え、待って、初尻なんやけど。<laughs> なんですごい。なんで教えてくれへんかった <laughs> えー、マジ知らんかったんよ。いや、知らんかったんよって。声設定できるんだ。テッシーさん。そう、なんかね、最近あるらしいんですよ。はるかも機械音痴やからね、全然わかんないのよ。どうやったらできるかとか全く知らないんやけどね。 なんか見たことはあります。そういうの。なんかピッて刺したらなんか喋るみたいな。喋 <laughs> るみたいな。もう機械音痴感出てる。えぇ、ー。なんなんそれどうやんのえ、それななんかあるんですよ。そういう機能が最近は。 ええー。充電音ください。はるかが喋ればいいってこと。それ、え、なここではるかがなんか、みんなに、それ用の言葉を喋れば、それになるってことですか。<laughs> そんなこと、そんなこと、そういうこと。<laughs> 喋れてない <laughs>。喋,<て> <laughs> 喋れてないよ。えー、すごー。はるちゃんパワーでしてます。えー、<laughs> 嬉しい。 めっちゃ嬉しいんやけどはるちゃんパワーどこのはるちゃんパワー切り取ったん <laughs> SNS にやり方載せてる人いるよえ、すごい。マジか録音するあ、じゃあ今はるくがなんか喋ればいいんですかえ、何がいいのみんなどんなのがいいのそれはどうしたい <laughs> 何がいいですかね充電音 <laughs> 難しい <laughs>「はるちゃんパワーでお願いします」って書いてある「はるちゃんパワー」でいいですかあみんなやっぱ「はるちゃんパワー」って書いてるねえー、じゃあ「じゃあはるちゃんパワー受け取ってな」でいきますねえこれはもう普通にはるかのタイミングで言ったらええんかな なんか、なんかドキドキすんねんけど大丈夫かな。じゃあ、いきますよ。準備はよろしいですか <laughs> 何の儀式やこれ。いきますよ。いきます。はるちゃんパワー受け取ってな。<laughs> これでいいのいけた行けましたいけたんかなこれでいけんのかなうん。 いいのいただけたほんま <laughs> めっちゃおもろいねんけどえー、おもろいただきましたポンズさんもえー、めっちゃ充電できそうほんまよかったよかった <laughs> えー、すごいおもろいな完成形見てみたい見るキークキークえー、こっちにします優しい <laughs> えー、すごい あと <laughs> で優しい人やり方教えてください <laughs>。確かに。ねこれすごいな僕、話し会の時に見せるわ楽しみ見せて、また。え、すごっ。かわいすぎて充電器壊れる <laughs> なんでや。<laughs> おもろい。1秒で充電100%なる。<laughs> そんな、そんな力ないよ。 <laughs> そこまでまだ徹してないでハルちゃんパワーはハルちゃんも充電音にしてみたら笑う<笑>いやそれはもうネタやんだってメンバーがおる中でさ充電しようって思ってさパッて充電した時にさ自分の携帯から自分の声でハルちゃんパワーを受け取ってなはもうネタやでこれは <laughs> これはネタよおもろそうやけど えー、間に合ったと思ったらすごい流れになってて笑ったわ <laughs> 佐藤さん <laughs> こんな <laughs> それなびっくりした何の話ってなったかな, <laughs> なかそれはネタよなおもろ <laughs> おもろい ちゃんと家でしかならなならいようになってるそんなこともできんの何それすごもうついていけないんやけど <laughs> はるちゃんパワーた,ただでさえ最近メンバーにめっちゃいじられるのにそれなこれ以上いじられたらもう大変なことになっちゃうれいこちゃんが喜んでいじってくれそれ絶対ニヤニヤしながら。 <laughs> 喜,ばれ喜ばれる喜ばれる突っ込まれるえー、すごい進化したもんやな <laughs> いつの時代の人、えー、はるかんんまになな流行りに乗られへん人ない,よ、ね、いやなんかそれこそそう思い出したこの間なんか勝手にね寝てる間に iPhone アップデートされてたんですよ でなんかアップデされて何が変わるのか全然知らなくてパッて画面開いた時に何か画面あのロックの画面ロック画面の時間がなんか時間の文字が変わっててめっちゃでかい太い文字に変わってたんですよ時間が。なんかのバグかなと思って「なんか太くなってるんやけど」とでなんかメンバーにね言ったんですよ。 誰やと,とかレナタンとかワカぽんとかにお話会の時に言ったんやって言ったら「えそれ変えれるよ」とか言われて <laughs> レナタンとかもなんかめっちゃ自分でカスタマイズしててなんか紫色の時間にしたりとかしとってもうそこまでもついていけてないんですよね本当に今もう変えれると分かりつつもそのままにしてます <laughs> 変えてない結局 買い方教えてくれたんやけど若本が結構変えてないですねロック画面カスタムできるえなあそれ知らなかったんよえバグかと思うよな思うよなあえてアップデしないのもありあ確かに悪くても勝手になるんよねなんで勝手になるのかも分かってないんよ <laughs> やばいよなほんまに機能分かってへんそうすごいよ ち受けのカスタマイズはるくもなんか知ってんねんけどな難しそうやからもうや,やめてますやってない <laughs> もうほんまにね全然ついていけてないそうロック画面タッチしたらはるちの写真毎回変わるの鬼かわいくてスマホ前開くの楽しまってそんなんもあんのもう知らんねんけどついていかれへんってはるかやばいやん めちゃくちゃゃくわかるんやけどそのまんまえほんまよかった仲間おった <laughs> お揃いえー、すごいなみんな変えられない機種もあるみたいやっちゃうあそうなんや確かに遥かこの間ねこの間って、まあ、ちょっと前やけどあの13に変えたからそれでいけたんかなへえー 自動で更新する設定にはるちゃんのスマホはなってるんよあそういうことねなんかそういうのもあるねんな <laughs> ややばいな怖い怖いいつの間にかいろいろ変わってそうで使いこなせてなさすぎ <laughs> まあまあまあ使えてるからまだ OK かええー おもろいなみんなに教えてもらうこといっぱいですね本当に何でも教えてくれる <laughs> ほんまに何も知らない何でも知ってる <laughs> みんなから知ること多いなえー、すごいまあ楽しいですけどねそんななんかいろいろ進化新機能出てくると。 ただはるかみたいな機械音痴な人にとってはもうわからない世界ですね勝手にだから、まあ、逆にもう勝手に変えといてもらった方がありがたいのかもしれない <laughs> ね <laughs> よく分かってないけどスマホ最新なのもち <laughs> ちょっといじってるやん <laughs> そうやで、ね、ちゃんとカメラのことだけをなみんなに高画質の写真をゃ少しでもお届けできるようにって言ってちゃんとスマホはあのい,い,いいというかね機能をちゃんとあるやつ買ったのよ <laughs> そしたらでもすぐに14出たけど <laughs> はるかが13買った何か何日後かに14出たけどまあでもそんなねまあまあまあ あんんんまり機種にこだわらななない人なんですよなんか,はるかはただそのカメラとかね写真撮ること多いからそこに関してはねちょっとこだわるけどそれ以外はもう何もこだわらんから本当にねわからんのよ。<laughs> はるちゃんにいろんなこと教えてもらってるよ。なんて優しい <laughs> なんて優しいんだ。高画質優先ありがとうそう。もちろんもうねみんながね。 高画質でね写真が見れるようにそこだけは譲れないここだけは譲れないですそれ以外はもうすべて譲ってます譲ってるっておかしい <laughs> そう難しいね難しいよ したはるちゃんアンドロイドみんなのでああアンドロイドもでもでも結構なんか進化してませんいろいろ昔アンドロイドでしたね iPhone じゃなかった <laughs> だいたい毎年9月中旬に新型 iPhone 出るよすご てるのすごいなみんなすごいなほんまに知らんこといっぱいやわ <laughs> わもうでもそろ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 かもうそろそろ1時間あっという間ですねほんまに今日はなんかでもめっちゃはるかが一方的にいろんな話したいこと話したかもみんな聞いてくれてありがとうな <laughs> 皆さんアンドロイドでも通知音は変えれますよって書いてあるすごいなんでわかんの <laughs> すごいな聞かせてくれてありがとうこちらこそもうほにねありがとうございますお話し相手そろそろブログの時間だああもうそれはねもうブログもはるか送ったんですよ実はもう9時台に送りました今日はね早く書けたからね上がってた 早いみんなすごいなチェック早いな今日はねもうあ書いたんで今日ははるかすっごい非常に恐ろしい夢を見たのでそのことを書きましたあと最近ハマってる食べ物また食べ物の話しとるやんって思うかもしれないんですけど <laughs> みんなの好きも教えてほしいんで見てみてください じゃあ早く寝れるね寝ないのは知ってるけど <laughs> もう寝るもん早く寝るもん <laughs> 今日もね今日はねもうバメもねもう何着何着やってなんなんつーか送らせてもらいました届いたかなまたはるちの配信遊びに行く嬉しい待ってる <laughs> 嬉しいねみんな楽しいって言ってくれて嬉しいね明日はお仕事早いのうん明日は公演なのでそうでもないかな公演頑張ります12月一発目やねもうだって11月今日で終わりやもんな早いなぁ12月一発目 <laughs> みんなの <laughs> 何着もばめつきますもういじってる<笑>,笑ってもたまたコメントしますねアクエリアかさんありがとう優しい待ってますそうそう12月ね一発目の公演なんでちょっと12月をいいスタートを切れることと。 まあ今年一年を締めくくる年でもあ年じゃねえわもう,もうしゃべらんとくわ <laughs> 今年一年を締めくくる月でもあるんでね年じゃない月が月です月でもあるんでねそんな12月を良き1か月にできるスタートを切れるように明日も頑張りたいと思います <laughs> そういいくく締めくくりにねできるように頑張りたいと思います今 <laughs> 今日日日特に喋れない日でした <laughs> そんな日なのに皆さん最後までお話を聞いてくださって1時間もはるかにね時間を使ってくださって本当にありがとうございました <laughs> ではでは12月も皆さんよろしくお願いします <laughs> 改めて。 あと後ろに置いてます「ガールズペディア」絶賛発売中なのでぜひ皆さんゲットしてください中身ももうねもう最高最高なので <laughs> 最高なのであの女性の方にも見てほしいなと思う一冊なのでぜひ見てくださいあそうそのねあのオフショットオフショットさっきあのインスタにも載せたので。 よかったら皆さんまだの方は見てみてくださいあとブログもぜひ読んでくださいではでは本当にありがとうございましたみんなまたね